さあ、ここからも引き続き最新の地震情報、そして天気の情報をお伝えしていきます。さあ、まずはですね、こちら皆さんからいただいているウェザーリポート、こちらをご紹介していきます。長野県諏訪市の方からいただきました。今日は暖かい一日でした。このままいいお天気が続きますように。私にできることは何か考えてみました。とりあえず物資を市役所に届け、ボランティアの登録をしました。いろいろな情報の中からできることをしていきたいと思っています。一人でも多くの命が見つかりますように。さあ、このようにいただきました。長野県諏訪市のニューさんからいただきました。こうやって一人一人が自分には何ができるか、このように考えることがまずは大切だと思います。まずは自分の身の安全を確保した上で、このようにボランティアなど参加できる方はぜひですね、力を貸していただきたいですし、またこう募金に行きましたっていう方も結構コメントなどを見ても多くなっていますよね。やはりですね、こう自分も何かしようっていうその気持ちが大切だと思いますので、ぜひですね、皆さんもこう今自分にできることを何か行ってみてください。まずはこう自分の身の安全を守ることが大切なので、ぜひですね、無理はなさらないでいただきたいんですけれども、そのようにボランティアに参加したり、募金にこう参加したりとか、こうやってリポートを送ることもそうだと思いますけれども、ぜひですね、こう自分にできることを少しずつ一緒に行っていきましょう。続いてですね、新潟県津南町の白玉さんからいただきました。行けないかなと思いながら恐る恐る行ってきました。津南町に入ると工事車両の数も増え、途中十日町では見かけない117号県境通行止め、いや353号松の山通行止めなどが見られました。一見普通に感じる道も走るとかなりいびつだったり、ところどころで陥没していました。中越地震の時と同じ、外に車がたくさん出ていました。私でもできることはやっていこうと思います。さあ、このようにですね、少しずつ皆さん自分にできることをこうしていこうっていう、そういった前向きなリポート多くなってきていますね。ただですね、皆さん決して無理はなさらないでください。このウェザーリポートもとても大切な情報にはなっていると思うんですけれども、危険な場所には立ち入らないように気をつけてください。確かにですね、こう道路などもいつもよく通っている場所でもですね、今回の大きな地震によりこう亀裂が入っているところがあったり、こう段差ができているようなところも結構多くなっているんですよね。普段なかなか、特にこの時間、もう日が沈んでからはより身の回りの状況が分かりづらい、そんな状況となっていると思います。この後もですね、現在こう家の中だったり安全な場所で過ごされている方は、この後も無理をして外出することのないように気をつけてください。で、皆さんからのウェザーリポートをご紹介していきましたが、ここからも引き続き最新の地震の情報、予報センターよりお伝えしていきます。はい、予報センターから最新の地震に関する情報をお伝えします。まずは、オールチャンネル、地震チャンネルにて、現在の状況等を確認していきます。今ご覧いただいてますように、約1時間ほど前、0時10分になりますが、千葉県東方沖、こちらで最大震度3の余震を観測して以降は特に目立った地震、今のところ観測していないような状況です。この方面、千葉東方沖、特に銚子方面、朝日、香取、この辺りで震度3を記録しています。少し前に遡ると前日13日、ご覧いただいているように福島県の沖合と比較的陸に近い方面で、震度3ないしそれを超える地震、継続しているような状況です。今のところ30分に1回程度繰り返し起こっていた地震ですが、はい、
はい、そうしましたら、失礼しました、もう一度ちょっと繰り返します。はい、はい、続けます。ご覧いただいてますように、特に30分ないし1時間に1度ほど繰り返し引き継ぎ余震が継続しているというような状況になっています。時間帯も特に遅くお休みになっている方多いかと思います。ぐらっとしていてお布団、ベッド、こういったところで寝た状態ですとより震度を大きく感じるかと思いますが、落ち着いて行動いただければと思います。また近くにですね、例えばこう身を防ぐもの、もしくはすぐに行動を取れるように履き物、そういったものをご準備いただいてゆっくりおやさん休んでいただければというふうに思います。今のところ先ほどからご覧いただいているように福島、千葉、この辺りの方面の沖合、比較的近いところ、こういったところで震度3ないし4といったところの余震が断続的に続いているといったところが直近の状況になっています。またこの方面、現在の天気の状況、10分天気などでも確認していきたいと思います。はい、ご覧いただいてますように、上空の方、空模様の方は至って皆さんからお寄せいただいている10分天気のマップにありますようにオレンジ色、すなわち晴れているといった状況になっております。特に天気に関しましてはこの方面、目立った崩れはないような状況です。その一方で西日本方面見ていただきますと雨雲がいくつか太平洋側に広がっている状況がわかります。現時点こちら大分や愛媛、この辺りの海上付近を中心に小さな雨雲が広がっています。今の時点では規模は小さく範囲狭いような状況ですが、今後は宮崎や鹿児島、そして太平洋側、高知、こういった方向に明け方にかけて次第に雨雲が広がっていくというような状況になっています。新燃岳周辺も時間とともに次第に雨雲が近くに寄ってきてポツポツと雨を降らせる可能性があります。現時点のところ降り出して以降、今日日中にかけてもまとまって強く降る心配はないかと思いますが、引き続き付近に雨雲が広がりやすい状況ですので情報にご注意いただきたいと思います。また昨日の朝方を中心に噴火を起こしました新燃岳ですが、仮に今日噴火した場合、噴煙に関する情報も合わせて見ていきたいと思います。こちら特設サイト、霧島新燃岳火山情報に関する情報、こちらでご覧いただけます。こちらにありますように噴火した場合、火山灰の流れる方向ですが、主に東側、例えば宮崎方面などですと高原、海老名、小林、都城、こういった方面を中心に噴煙が東に流れといった状況になっています。ただ着目いただきたいのが一部西の方にも広がるといった状況です。先ほどの雨雲を見ていただきましたように風が南の方から画面下から北へと上の方へと広がる、比較的低いところで噴煙が上がった場合北にも広がる可能性も秘めています。少しある程度高くなりますと東といった状況になりますので、火口付近中心並びに東方面、こういった方面が火山流れやすい、火山灰の流れ込みやすいといったような状況になっています。おしまいにこの時間までにいただいている皆さんのリポートで復旧、インフラの復旧に関するリポートでいくつかご紹介し共有させていただきます。まずは震源地に近い宮城県仙台方面になりますが、この方面先ほどもいくつか情報ありましたけど23時50分に自宅の電気、インフラ電気の方が復旧したというような状況になっています。仙台方面電気復旧したそうです。それから福島県福島市、この方面ですが金曜日ないし火曜日、場所によって差がありますが摺神ダム、それから茂庭、こういったところですと火曜日ないし金曜日、こういったところまで復旧に時間かかるといったところです。ただし水道以外は復旧というような状況になっています。また茨城県の鉾田、こういった方面ですと21時前に電気は復旧しているというようなところです。一方でこのリポート特記したいのが火事が多発しています、漏電注意といったような状況です。
一度電気消えているような状況ですと、その暗い最中にブレーカーを一度落としていただくなどが必要です。配線切れたような状況でブレーカーがあると火事につながるので、今一度ご確認いただければと思います。はい、以上地震および天気に関する情報をお伝えしました。はい、さあでは予報センターより地震とそして天気の情報をお伝えしていきました。さあではここからはですね、皆さんからのウェザーリポートの情報をお伝えしていきます。こちらがですね、千葉県柏市の小熊さんからいただいたリポートです。こちら、昨日京都ライフラインは使えましたが、明日から電気は3時間停電になります。我が家では昨日から待機電力の大きなもの、コンセントは使うときのみは一部屋のみに制限しています。皆さんしばらくは節電に協力しましょう。さあこのように小熊さんからリポートをいただきました。そうですね、こちらこの計画停電というものが、今日からですね始まりますけれども、今回のこの大きな地震によって、この電気も足りなくなってきているということで、停電が行われることになっていますよね。詳しい時間などは皆さんもぜひですね、ご自分のエリアぜひ確認していただきたいんですけれども、まずは関東全域でそのようなものが行われるということで、ぜひですね皆さんはもう対策などは取られているでしょうか。ぜひですね今のうちからできることなどをしていただけたらと思います。例えばこの節電、こういったものもやはり重要になってきますよね。無駄な電力などは使わないようにと、テレビなどでもだいぶ呼びかけなどが多くなっていますが、例えばですね必要のない電気機器の使用などはできる限り控えていただきたいですし、コンセントを外していただいて、ぜひですねこういう時こそ力を合わせてこういったものを取り組んでいきたいですよね。さあ他にもですね、例えばリポートでいろいろ届いているんですが、神奈川県横浜市のボロスパさんからいただきました。スーパーではカップ麺やスッキリ系の飲料水、パンや電池などがすべて売り切れです。店員に聞いたら入荷見込みなしとのこと、缶詰は倉庫多数ですとコメントいただきました。ありがとうございます。こちらお写真もあるんですが、このお店の様子を送っていただきました。もう棚に普段だったら商品が並んでいるはずの棚にもう何もない状況、こちらをお写真でいただいています。そうですね、私も今日お店に行ってみた時にもうすでにこのような状況になっていました。カップ麺などから売れていましたね。もうパン、おにぎり、そういったものはもうすべて売り切れていましたし、電池などがもうすべて売り切れと、携帯電話などの充電が今なかなかできない状況の方も多くなっていますし、そういったものが今不足しているわけですね。店員さんに聞いてみても入荷の見込みなしということで、まだまだいつまでこのような状況が続くかわからない、そんな状況なんですね。ぜひですね、この電池などがもう売り切れになってしまっているということですので、ぜひですねこの停電行われるこの時間をしっかりと把握した上で、今電気が使える状況にある皆さんは今のうちに携帯電話なども充電しておくのが良さそうです。さあそしてこちらもご紹介します。埼玉県熊谷市の七瀬里夫さんからいただきました。東北地方太平洋沖地震の影響で電力不足、家庭でも節電を心がけて過ごしています。計画停電に備えてランタンを出し、予備の電池を求めて外出しましたが、どこのホームセンターやお店も売り切れ、ガソリンスタンドにおいては昼間の時点でもう売り切れの店もあり、その他のガソリンスタンドに並ぶ車で大渋滞が起きました。お店ではカップラーメンは1人4つまで、水は2本までと制限販売となっていました。パン屋さんも長蛇の列でした。さあこのようにリポートをいただいています。さあ先ほどのリポートと同じようにこちらももう棚が
もう何も並んでいない、そんな状況となっているようです。こちらはですね、お店に商品があったとしてもこう数が決められているんですね。もうカップラーメンは1人4つまで、水は2本までと、まあ、制限されていると書かれています。まあ、ぜひですね、やはりこうみんなでこう今このように食料などが足りていない状況は周りの皆さんも同じですから、ぜひですね、皆さんとこう分け合ってこう今の状況を乗り越えていただきたいと思います。やはりですね、こう一人で全てこう買い占めてしまうのではなくて、こう周りの皆さんと一緒にこう乗り越えていきたいですよね。さあ、そしてこちらはですね、千葉県船橋市の正一さんからいただいたリポートです。さあ、昨日からの輪番停電に備え、ろうそくを購入してきました。明日からですね。と、懐中電灯もありますが、電池にも限りがあります。節電のために外出時は必要以外のコンセントは抜く予定です。ということでコメントいただきました。こちら、ろうそくの様子を写真で撮って送っていただいています。まあ、現在、まあ、できるだけ電気は使わないように、まあ、節電を心がけてくださいということで呼びかけていますが、このようにろうそくを購入している方もいらっしゃるんですね。やはりですね、こう一人一人のこういった、まあ、電気をつけずにろうそくで過ごそうとか、こういう心がけとってもね、大切だとは思うんですけれども、ただまだまだ余震も続いている状況ではあります。このろうそくが倒れて、またそれがこう火災につながるといった恐れもありますので、このようにろうそくなどを使用される際は倒れることのないように十分気をつけて使用するようにしてください。さあ、このようにですね、この計画停電に備えて皆さん様々な備えをされている様子、ウェザーリポートでご紹介していきました。皆さんもですね、ぜひ今できることを今のうちに行ってください。まあ、例えばこのようにこの電気をできるだけ使わない工夫、今のうちに携帯電話は充電しておく、またろうそくなどこういったものを使用してできるだけ電気を使わないようにする、まあ、そういったものがだいぶ目立ちますし、まあ、あとはですね、やはりこの気温がですね、明日昼間はだいぶ暖かい日差しが届くようなところも、まあ、明日それほどの冷え込みとならないようなところもあるわけなんですけれども、ただですね、明日は天気下り坂に向かって雨が降り出していくようなところが多くなるわけですね。まあ、そして夜は冷たい空気に包まれてだいぶ冷え込むところも多くなりますので、明日はですね、この停電の時間帯によってはですね、この寒さに対するこういった備えも必要になってくるところもあるかと思います。ではですね、明日の気温などもちょっと確認していきましょうか。こちらですね、ウェザーニュースのウェブサイト、現在天気予報チャンネル表示しています。まあ、こちらからですね、明日の天気確認することができるんですが、関東エリア拡大していきましょう。こちらさらに詳しい気温などはさらにクリックしていくとご自分のエリア見ていくことができるんですが、まずは明日のお天気、そして気温クリックしていくと明日の最高気温、最低気温が表示されます。現在関東エリアのお天気見ていますが、こちらこの最高気温と最低気温のこの気温差が大きいこと分かるでしょうか。最低気温は各地一桁になっているところがほとんどとなっています。さあ、このようにですね、昼間は過ごしやすく感じたとしても、まあ、朝晩はだいぶ冷え込みますので、ぜひですね、皆さん昼間と朝晩はですね、できる限り、まあ、家の中にいてもこう服装などで調節するのがいいのではないかと思います。できるだけ今、まあ、電気もあまり使わないようにしていただきたい状況ではありますから、あまり暖房器具なども使いすぎないように心がけて、まあ、できるだけ家の中でこう厚着をしたりするようにしながら節電も心がけていきたいですよね。まずは体調管理が一番重要だと思います。まあ、こういった大変な状況続いていきますし、いつまでこのような生活が続くかもわからないので、やはり体調管理がとても大切になっています。ぜひですね、皆さんこの気温差で体調を崩すことのないように、さあ、そして、まあ、余裕があればこの電気を使いすぎないように、そういったことも心がけてみてください。
さあ、ぜひですね、まあ、皆さんこのようにリポートなどでも対策、今このようなことをしていますよということを報告いただいていますけれども、まあ、現在スラチャットにもこの時間でもかなり多くの皆さんに参加していただいている状況となっていますね。ぜひ皆さん今もし対策何か取っているものがありましたら、まあ、こういった場を通して情報を共有していただければと思います。まあ、皆さんの中にも何か対策をされている方いらっしゃるでしょうか。このスラチャット見ていても、あ、ろうそくがですね、結構こうろうそくは危ないですよという声も届いていますし、LED 式の充電ライトを購入してきましたと、あ、ライトなどを今準備されて固定電に備えるということですね。うん、まあ、正しく使ってくださいということで、まあ、このろうそくに対する、まあ、注意は皆さんでこう呼びかけ合っている状況ですね。ぜひ使用する際は十分気をつけてください。さあ、そしてですね、あ、懐中電灯はやはり用意しておいているという方がかなり多くなっていますね。なるほど、やはりこの明かりに対する対策がかなり目立っています。まあ、この食料などもこうね、今チョコレートなども多めに買っておきましたというふうに書かれています。やはりですね、この停電によって冷蔵庫に今入れてある食品などもですね、だいぶ傷みやすい状況となるかと思います。ね、こちらですね、ぜひ、まあ、昼間こう暖かくなってきますので、より傷みやすい状況なのではないでしょうか。なのでですね、まあ、そのような冷蔵庫の中のもの、サバ飯の作り方を再確認してきましたというふうに声もいただいていますね。まあ、現在こうたくさんの食料を確保して今冷蔵庫に入れてあるという方もですね、まあ、そういったものもこう冷やしておかなければいけないものはこの停電によってこう傷んでしまう可能性もありますので、そのあたりもですね、今のうちに、まあ、こう先に傷みやすいものからこう食べておくなど、そういったものを対策を行ってください。またですね、このソライブ24現在放送していますが、この停電によってこの放送がこう、ね、心配されている方も声をいただいていますが、この計画停電中も、まあ、こちら表示されているようにソライブ24こちらの放送は継続していきます。ただですね、まあ、その間はですね、まあ、皆さんも、まあ、見ることができない、そういった見る手段がなくなってしまう可能性もあるかとは思いますけれども、まあ、ぜひですね、この、まあ、停電で見れない以外の時間帯はですね、まあ、こちら放送を見ることができるかと思います。この放送自体は24時間続けていきますので、今後もですね、この地震の情報、まあ、そして現在いただいているウェザーリポートもまだまだたくさん届いている状況ですので、現在の状況もお伝え続けていきます。さあ、ということでですね、今回のこの計画停電に関するウェザーリポートもたくさんいただいています。今後もですね、この対策に対する情報も引き続きこの減災リポートでも募集していきますので、引き続き皆さん今行っている対策なども教えてください。さあ、ではですね、この停電この時間帯によってはやはり明日のお天気、そして気温も気になるところですね。ここからは本日14日月曜日の全国の天気をお伝えしていきます。まず西日本から確認していきます。那覇は変わりやすい天気、時々日差しが届いても急に雨が降り出し、ざっと強く降ることがあります。福岡や広島は暖かい朝で、出勤は春物のコートでも大丈夫そうです。昼間はパラパラさーっとにわか雨があるので、折りたたみ傘があると安心です。大阪も傘必須、だんだん雲が広がり、夕方には本降りの雨になります。続いて東日本です。金沢や名古屋は朝寒さは控えめ、だんだん雲が広がって夕方には雨が降り出します。外出時は傘をお持ちください。東京は昼間は日差しが届いて暖かな陽気です。ただ天気はゆっくり下り坂、夜は雨が降り出します。続いて北日本です。仙台や秋田は午後はにわか雨の可能性があり、少しの雨でも二次災害の発生に警戒してください。
夜は冷たい風が吹いて冷え込むので、できる限り防寒を。また余震が続くと再び津波が起こる可能性があります。海の近くには絶対近づかないようにして、安全な場所でお過ごしください。札幌は昼間雨が降りますが、夜は雪になり強く降ることもあります。以上、本日14日月曜日の天気をお伝えしました。Thank you.
時刻は1時30分を回りました。ここからも最新の地震情報をお伝えしていきます。さあ、ではここからは予報センターより地震の情報をお伝えしていきます。では小池さん、お願いします。はい、予報センターから地震に関する情報をお伝えします。11日、本震迎えてから今日に至るまで、震度5弱以上のですね、大きめの地震、こういうどういった経過で推移してきているのか、再度ちょっと皆さんと共有したいと思います。はい、こちらになります。はい、上から下に順に時系列流れていまして、11日14時46分ここを起点としまして、13日朝方8時25分まで震度5弱以上の地震が継続いたしました。すでに日付変わって14日という形になりますので、ここをしばらくで見ると震度5弱以上という地震は今のところ観測されていないというような状況です。11日から12日、特に11日発生後以降は5弱以上の余震ないしそれに伴う地震、このあたり随分連続いたしましたけれども、今現在のところはどうなっているか、もう少し直近の情報、こちらも確認していきたいと思います。それではオールチャンネルから地震チャンネル、こちらで確認していきたいと思います。ご覧いただいているサイト、真ん中部分が実際の分布、そして右側に実際にその日ごとにどのタイミングで地震が発生したか確認できるようになっていますが、14日の時点、日付変わってから震度1から3の地震観測しています。一番強かったのが0時10分、千葉県東方沖の震度3に関する地震でした。銚子、この沖合のところを震源として震度3の地震といったところが日付変わって以降で最も大きい地震、また13日前日の夜間という状況になりますと、直近23時28分この時点で新潟県中越方面を震源とする最大震度4の地震、これが最も大きいというような状況になっています。太平洋沿岸ということになりますと、例えば三陸沖22時43分に観測しておりますが、こういった状況で北は岩手、そして南は千葉に至るところまで、南北にしまして500キロこの範囲内で引き続き余震続いていることが分かります。ただ先ほどテロップをお見せしました震度5弱以上というよりは、今のところ4ないし14日この辺りでありました千葉県東方沖の震度3、こういったところの数が多半といったところになっています。今のところ数そして頻度、その辺の分布を見てみますと、随分余震としては少しずつ小さくなっているのかなというふうに思います。はい、ただ引き続きですね、本震のありました部分、そこから岩手からここ千葉に伸びる付近で震源の浅いところでまた地震が起きる可能性がある、気象庁などもマグニチュード7クラス、ここから3日以内で7割の確率でまた再発があると余震があるというふうに報道で言っておりますが、こういったところを加味すると引き続き津波に対する注意もまだ必要な状況です。下のテロップに出ておりますように津波注意報解除という状態にはなっていますが、この後も余震そして沿岸部中心に津波に関する注意報、こういったところに注意が必要になっていきそうです。それでは皆さんからお寄せいただいているリポートなどでも最新の状況また確認をしていきたいと思います。まずは水道の断水に関する情報という形です。皆さんからお寄せいただいているリポートを見ますと、やはり地面の中での復旧、こちらが文脈的こう復旧が遅いというような状況を感じ取れます。市川の方からいただいたリポートを見ますと、帰宅しますと水がちょろちょろしか出ておりません。
水道局に問い合わせると、行徳の方で水道管が破裂したとかという形になっています。やはり地面の中だいぶ大きな影響を受けてまだ復旧に至っていないようなところが多いようです。千葉県尾身川、この辺りも引き続き断水中というところです。また千葉県の浦安、この辺りも継続して断水という形になっております。現時点日付またいでから特に関東南部方面で多くこの断水に関するリポートをお寄せいただいています。これ以外にも各方面で引き続き断水、また加えて地面の中の都市ガス、こういったところで断裂して供給が断たれているという状況を継続しているかというふうに思います。その一方で地上に出ているインフラ、具体的には電気になるわけですが、こちらの方復旧に関するリポートも刻一刻皆さんからお寄せいただいてますので、このあたりも共有していきたいと思います。はい、震源地に近いこちら宮城県仙台市になります。電気が復活というところをいただきました。ライトのマークもいただいてまして、やはり電気が復活するこの暗い中でも本当にこう皆さんの心を照らしてくる電気、これがまず復活してくれると非常に大きいというのが文明から感じ取れます。ガスの方、こちらはプロパンガスをご使用ということになりますので、あとは水道ですね、生活インフラ、こちらの方はまだ使えていないというような状況です。また加えてそうですね、こちら茨城県の茨城ですね、やっと電気が来ましたと、水はまだ出ませんがテレビをつけて初めて大変な地域の現状が分かりましたということで、通電していると、電気が通っているというリポートをいただいております。同じく茨城の方ですね、こちらも電気とガスが復旧しましたというところですが、水道の復旧のめどは立っていないというような形になっています。おそらく多くのご家庭の中、水道復旧していないさなかですと水を溜めているというところも多いかと思います。またこれから余震繰り返される可能性が非常に高いわけですけども、暗闇の中で迅速にまた動けるようにですね、お手元ライトを置いていただいて、足元で余震に伴って散乱しているものを踏みつけたりしないように、またせっかく汲んだ水がこぼれたりしないように、こういったところも十分気を使っていただけたと思います。加えて天気の方、このあたりもちょっと確認をしていきたいと思います。まずは気になる東北南部、明日の風の状況などを見ていきたいと思います。こちらはですね、インターネットサイトの特設サイトの方でも表示しているものになりますが、今日14日昼間の風向という形になります。ややご覧いただいているように矢印が少し上向き、すなわち多少南から北に運ぶような風がありますが、全体的には画面左から右側、西から東に向かう風、これが主流の風です。今日日中に関しても西から東、海上に抜ける方向への風、これが卓越するような状況になっています。また風と言いますと、皆さんの体温を奪う風、そしてまた気温が低いような状況ですと、避難所で生活をされている皆さんには非常に応える状況かなというふうに思います。現在の実況も確認していきたいと思います。オールチャンネルからこちら実況天気チャンネルも確認していきたいと思います。東北方面、仙台の気温、現在のものを確認していきたいと思います。ご覧いただいているように大半のところ観測のデータそのものが上がってきていない状況で、今のところ仙台市方面だけという状況ですが、現在の気温は 6.1 度というところになっています。それほど厳しい冷え込みではないんですが、こちら少し拡大しますと南西から5メートルといった風になりますので、少しこういった風隙間から入るなどしますと、やはり寒いというような状況になります。また明け方の気温3度ないし4度と、これからまだ下がる予想になっていますので、暖かくお過ごしいただければというふうに思います。さて一方で明日日中の方ですけども、こちら、天気チャンネルの方で確認していきたいと思います。
天気マークの方ご覧いただいているように東北方面ですと晴れ時々雨といったような状況になっています。時系列などでも詳しく見ていきたいと思います。仙台方面ですとこれから表示されていきますが、はい、こちらになりますね。はい、午前中は晴れ、後半から次第に曇ってという状況になります。ご覧いただきますように日差しの下ではぐんとこう気温が上がりましてぬくもり出る、17度ぐらいまで行きそうです。多少南からの風も含むという形になりますので、ひんやりと、あ、失礼しました、体感としては少し下げるかもしれませんが、それでも15度以上ということになるので、本当にこう日差しのぬくもりを感じられる、そういった午前中になりそうです。その一方で午後以降夕方にかけて、特に早ければ夕方18時ぐらいの段階からもポツポツと雨の降ってくるという状況になるかと思います。被災地でのこう作業、また避難所でのご生活をされる際のこの夕方の雨、こういったところが気になります。ある程度雨など降ってきますと実際の気温としては10度前後ありますけども、体感的にはこれよりも寒く肌寒く感じるかと思いますので、できるだけ午前ないし昼過ぎぐらいのところである程度屋外でのお作業を済ませていただければなというふうに思う次第です。以上、予報センターから地震および天気に関する情報をお伝えしました。それでは予報センターより地震そして天気の情報を伝えてもらいました。まだまだ油断ができない状況続いていますが、そんな中皆さんからは検査リポートまだまだ寄せられている状況です。岩手県奥州市の町さんからいただきました。コメントをくださった皆様ありがとうございます。電気も水も午後5時に復旧しました。スーパーやコンビニは閉店が続いています。ガソリンスタンドも閉店しているところが多く、空いているスタンドには長蛇の列ができています。明日周辺の小中学校はほとんどが休校になるようです。今も大きな余震がありました。沿岸部に住む空友さんたちがとても心配です。どうかご無事で、このようにコメントいただきました。まだまだ閉店続いている、そんなお店が多いようですね。皆さんこの食料などがなかなか入手ができないという状況で不安に感じている方が現在かなり多いかと思うんですけれどもね、今後もですね、皆さん一緒に励まし合ってこの状況を乗り越えていきたいと思います。そしてガソリンスタンドも閉店しているということなんですが、こういったものも現在だいぶ不足している状況なんですよね。さあ、そんな様子ですね、こちら他にもリポートでいただいているんですが、長崎県の西海市ウリさんからのリポートです。仕事で日没には間に合わなかったけど、並々雲、筋雲、消えない飛行機雲など下り坂サインの雲で賑やかです。運送業勤務です。関東の一部、東北6県の配達荷物を中止中、それでも電話での問い合わせや受付に聞きに来る方がたくさんいらっしゃいました。被災地近くへの配送をお断りすると肩を落としてお帰りになられます。少しでも物資を送りたいでしょう。心が痛みます。さあ、このようにですね、こう物資をこう届ける側の方なんですね、ウリさんは。この届かないということで不安に感じている方も現在かなり多くなっている状況なんですが、この運送業務のこうされている方、こういった方も届けたい気持ちでいっぱいなんですね。さあ、ただですね、なかなか現在、このように物資をこう送ることができない、そんな状況が続いています。この大きな地震によって交通機関へも大きな影響が現在でも続いている状況です。では今後はこの交通機関、この影響はどのようになっていくのか、今後の最新の情報、道路、鉄道ともにお伝えしていきます。さあ、では三浦さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この時間はですね、少し変化の出てきたところ、新しい情報の入っていたところを中心に、お伝えしたいと思います。特に関東首都圏の方で気にされております、明日の計画停電に伴うですね、運行への影響ですけれども、
いくつかすでに皆さんからリポートの方もいただいています。こちらですね、東京都東久留米市の恵美吉さんから明日の西武線というタイトルでいただいています。テレビで西武鉄道が明日の運行区間を発表しているのですが、池袋線、新宿線、あるいは豊島線といったところ以外は終日運休という形でですね、リポートをいただいています。こういった情報ですね、多くの方から今リポートの方でですねいただいているんですけれども、各鉄道会社からですね、この今日の計画停電に伴います運行の影響についてですね、徐々に情報の方が出てきています。でこちらにですね、今日ですね、今日の朝以降のところで、影響が出てきそうなエリアをですね、エリア路線の方をですね主に挙げております。現在情報が出ているところですと、 JR 東海エリア、特に静岡県の東部の方ですねの路線、あるいは京王電鉄、西武電鉄、京急、小田急、東武、東急、新京成、相鉄、あるいは地下鉄の東京メトロ、あるいは都営地下鉄、あるいは湘南モノレールといった形でですね、関東首都圏近郊のかなり広い範囲でですね、明日朝以降ですね、この計画停電に伴いまして一部時間帯の運休ですとか、あるいは一部路線を終日運休するですとか、あるいは本数を減らして運転する、区間を限定して運転するといった形でですね、かなりダイヤの方は特別ダイヤという形で本数減らしたり運転しないということでですね、相当ダイヤの方は乱れてきそうです。で明日朝のですね通勤に関してはかなり影響が大きくなるということで、駅の周辺などもかなり混雑混乱ということが想定されますので、明日朝のですね出勤に関してはかなり苦労が伴うということも想定されますので、明日の朝のですね最新情報を十分ご確認いただく必要があると思いますし、無事に会社までたどり着けるかどうか非常に微妙というところも出てくると思いますので、明日の出勤、実際に出勤されるのかどうかですね、あるいはその時間帯ですとかいったところは実際の通勤される会社の方などとですね確認された方がよろしいと思いますし、かなりたどり着くのは都内今たどり着くのは困難ということも考えられますので、最新の情報を十分に確認いただきたいと思います。またですね、ここに書いていない路線でも明日の朝以降の影響によってはですね、急に運休になったり、ダイヤが乱れるということも十分に考えられますので、万が一そういうところに出くわされた方ですね、落ち着いたところでも構いませんので、こちらの方にリポート、遅延リポート等ですね寄せていただきますと、次に行かれる方、利用される方にとって非常に役に立ちますし、我々の方でもですね情報収集の点で非常に役に立ちますので、そういった情報をですね皆さんで収集してですね、我々と一緒に明日の通勤、交通のところをですね、明らかにしていくというところをやっていければなというふうに思いますので、明日ご利用される方、順調なところもですね、で動いていないところも含めてですね、情報の方を随時どういう情報でも構いませんのでいただければと思います。特に今大きく変化しているのはここになりますので、こちらの方をトピックで取り上げてお送りしました。以上、交通気象センターでした。さあではですね、こちら最新の交通情報、道路、鉄道ともにお伝えしていきました。今後もですね、最新の情報、携帯サイトでも確認することができますので、ぜひそちらで明日もですね、最新の情報をこまめにご確認ください。さあではここからはですね、天気の情報もお伝えしていきます。14日月曜日の全国の天気をお伝えします。さあでは全国のお天気、まず西日本から確認していきます。那覇は変わりやすい天気、時々日差しが届いても急に雨が降り出し、ざっと強く降ることがあります。福岡や広島は暖かい朝で、出勤は春物のコートでも大丈夫そうです。昼間はパラパラさーっとにわか雨があるので、折りたたみ傘があると安心です。大阪も傘必須、だんだん雲が広がり、夕方には本降りの雨になります。続いて東日本です。金沢や名古屋は朝寒さは控えめ、だんだん雲が広がって夕方には雨が降り出します。外出時は傘をお持ちください。東京は昼間は日差しが届いて暖かな陽気です。ただ天気はゆっくり下り坂、夜は雨が降り出します。続いて北日本です。仙台や秋田は
午後はにわか雨の可能性があり、少しの雨でも二次災害の発生に警戒してください。夜は冷たい風が吹いて冷え込むので、できる限り防寒を。また余震が続くと再び津波が起こる可能性があります。海の近くには絶対に近づかないようにして、安全な場所でお過ごしください。札幌は昼間雨が降りますが、夜は雪になり強く降ることもあります。おしまいに週間天気をお伝えします。まず大阪から那覇です。那覇はすっきりしない天気が続きます。時々ざっと雨が降る可能性があるので、お出かけの際は洗濯物を部屋干しにするのが良さそうです。その他のエリアは水曜日、木曜日は冬の寒さが戻るので、体調管理は万全に。続いて札幌から名古屋です。北海道は水曜日頃は大雪の恐れがあります。凍結した道路の上に積雪すると、さらに滑りやすくなるので、車でお出かけの際は慎重な運転を。東北から東日本は週前半、強い雨や雪になります。地震で地盤が緩んでいるため、土砂災害や余震による雪崩などに警戒が必要です。以上、今日14日月曜日の天気と週間天気をお伝えしました。